フィアットクライスラージャパンはアバルト500のラインアップを刷新。新型アバルト500およびアバルト595シリーズ3モデルを1月11日より発売した。新型アバルト500は走りに関わる仕様や装備は継承しながら、シートをレザーからファブリックに、エアコンをフルオートからマニュアルへ変更するなどの装備内容の見直しを実施。走りを追求するピュアスポーツモデルにふさわしい商品内容に変更した。これにより価格も大幅に引き下げ、新規顧客層の開拓を図る。アバルト595シリーズは快適性と上質感、スポーツ性を重視した2つのバリエーションを新たに導入。これまでのアバルト 50500C のプレミアムコンパクトスポーツとしての位置づけを継承しながら、広範囲なターゲット層にアプローチすべく充実した仕様、装備とバリエーションを展開する。595シリーズはパフォーマンスを向上させるパーツキット SLS キットを装着したアバルト500の前モデルと同様、エンジン出力を160ピコセカンドにアップグレードしたほか、シャシーも強化。パワートレインについては全てセミオートマチックトランスミッションとし、これまでのマニュアルトランスミッションのみの設定だったアバルト500ではアプローチできなかった顧客層へ訴求するとともに、新型アバルト500との差別化を図った。ラインナップは快適性と上質感を重視したアバルト595ツーリズモとスポーツ性を重視したアバルト595コンペティツィオーネ、装備内容の異なる2つのバリエーションを用意。ツーリズモにはカブリオレタイプのアバルト 595C ツーリズモも用意する。価格はアバルト500が前モデルから30万円ダウンの269万円。アバルト595ツーリズモが319万円、アバルト 595C ツーリズモが339万円、アバルト 595 コンペティツィオーネが349万円。